はい、こんばんは、詐欺の柳瀬です。今日もですね、ライブ配信を始めていきたいと思います。柳ちゃんを始めていきたいと思いますが、今日はアント新田先生、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。この拍手は何なんだっていう感じですけど、でも前回新田先生にお越しいただいて、それでお越しいただいてライブ配信をこう遠隔でさせていただいて、 それでちょっとアニメーションがうまく機能しなかったということで、本当に失礼しました。すみません、本当ありがとうございました。ですから今日はですね、そこをもう一回振り返りながらやりたいなというふうに思ってまして、前回の配信でお話をさせていただいた免疫学のこう基礎的な講座、まあ、ちょっと基礎じゃないですよね、もしかしてね。いや、基礎ですよ。あ、基礎ですか。そうですか。難しいってことですか。難しいと思ってね。すいません。分かりやすく、なるほどですね。努力いたします。ですので、そこの部分をちょっとおさらいをしながらですね、今日お話をいただいて、かつ前回発信した内容に対していろんなご意見をいただいているので、それに対してもお答えしていきたいというふうに思っていますので、また今日は隣にいらっしゃっても非常にやりやすい環境なので、もしコメント等でこれがわからないとかですね、いただけたら、それもちょっとどこまで拾えるのかわからないんですけども、拾っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本当すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。前回なんか反響ありました、なんか。知り合いの研究者から連絡がありましたね。面白かったですという。面白かったです。で、その通りですと、同意ですという意見をいただきました。なるほどですね。ありがとうございます。そう、僕ももう20万回ぐらい再生されてるんですけど、そうです。その後結構国会議員からも結構いろんなお問い合わせをいただいて、かなり反響あったなっていう。20万回ですね。そうですね、再生されて、前回1人5回ぐらい見てくださいっておっしゃったから。でも、ね、それはあるかもしれないです。普通は4万人ぐらい、ね、僕もね、実はね、10回ぐらい見てます。で、内容をね、ちゃんとこう理解しなくちゃいけないなっていうふうに思っていて、それでこう見たんですけど、やっぱり序盤結構難しいですよね。まあ、そうですね。そうですね、手加減なしだったかもしれないですね。そうですね、はい、哲学家の私としては、なかなかちょっと難しいところだったので、分かっていただくように頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ今日も新田先生からプレゼンをいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でもこれスライドを移していただいてよろしいですか。はい、前回お話しさせていただいた、免疫系の全体像とワクチンの基準ということね、これオープニングのスライドだったんですけどね、私の、自己紹介というか、COI といいますか、はい、個人の見解であり、所属機関や能力とは無関係であるということを最初にお断りしておきたいと思います。免疫系の全体像ということで前回お話をさせていただいて、いきなりオールスターキャストを出します。はい、前回のあらすじというかまとめなんですけども、免疫系の全体像、たくさんの細胞がいるわけですよね。自然免疫、獲得免疫というふうに我々は分けておりますが、たくさんの細胞によって私たちの体の免疫系というのは成り立っています。まず病原体がやってくると、左側の自然免疫の方が働くと、病原体、細菌やウイルスがやってくると、好中球やマクロファージといった細胞がやってきて、これを鈍食、食べてしまうわけですね。この時、この病原体は相手が何であっても、とにかく病原体っぽい成分を認識して、つまりそういうパターンを認識して攻撃する、食べてしまうというような作用が働きます。好中球なんてすごく寿命の短い細胞で、数時間で死んでしまう。とにかくこう病原体に突撃して自分が死んでしまうと。で、傷口に膿が出るっていうのはこの好中球の死骸ですね。マクロファージっていうのはアメーバのように動き回って病原体を食べる。NK 細胞というのはナチュラルキラー細胞という細胞で、ウイルスに感染した細胞を感染細胞ごと破壊してしまうと。さて、この免疫系はこの病原体、ウイルスや微生物の情報っていうのを、樹状細胞というものを、細胞がこの情報を認識して、この情報をですね、獲得免疫の方に伝えるんですね。キラー T 細胞やヘルパー T 細胞と、抗原提示というのが、こんな病原体が来ましたよっていう、病原体の部品をですね、こんなものが来ましたよっていうのを提示するわけですけども、それによってヘルパー T 細胞やキラー T 細胞が活性化する、キラー T 細胞はウイルス感染細胞を破壊するし、ヘルパー T 細胞はいろんな細胞に指示を出すと、これが中心的な役割を果たしていて、自然免疫の細胞を活性化させて助ける、キラー T 細胞も助ける、活性化する。そして大事なのが B 細胞を
B 細胞はこんな抗原に対する、まあ、こんな病原体に対する抗体を私は作れますよという情報を提示すると、うん、じゃあヘルパー T 細胞がお墨付きを与えて B 細胞が抗体を作り始める、うん、抗体は直接病原体に結合して作用する、まあ、中和するという働きと、いろんな病原体、まあ、感染細胞や病原体に結合することで自然免疫の働きを助ける、ナチュラルキラー体細胞やマクロファージを助けるといった作用もしています、うん、このようにたくさんの役者たちが全体を通して、まあ、バランスを取って働いていると、うん、あんまり詳しく説明しなかったんですけども、自然リンパ球と呼ばれる細胞やこの免疫細胞の働きを抑える制御性 T 細胞、 T レグと呼ばれる細胞も存在しています。はい、 T レグですね。はい、まあ、この2つはですね、ちょっと最近分かってきた細胞であるということもありまして、うん、このエッセンスの中にはちょっと入れずに前回、ご紹介させていただいたわけですね、うん、でこの全体像をなんとなくでもいいので覚えておいていただいた、あ、もう一つ大事なの忘れてました、はい、忘れてました、ガンマデルタ T 細胞、うん、これちょっと先生の顔も映していただいてガンマデルタ T 細胞ガンマデルタ T 細胞、これこそまさに先生が注目しているところですね。まあ、抗原提示によって活性化するヘルパー T 細胞やキラー T 細胞とは独立した細胞としてガンマデルタ T 細胞というのがいて、これは自然免疫的に働く細胞なんですね。獲得免疫、うん、T 細胞のいとこみたいなもんなんですけども、うん、自然免疫細胞として病原体に感染した細胞やがん細胞などの科学的な変化を読み取って攻撃するらしい、うん、まだ分かっていないことが多い細胞です。そうですね、さっきの T レグの話も、はい、最近になってっていうことなんですけど、最近っていうのはここどれくらいのことなんですか。20年ぐらい前に、うん、明らかになってきた細胞です、ね、25年ぐらい前に、ね、26、7年ぐらい前に発見されて、うん、その機能が明らかになってきてみんなが注目し始めたのが20年ぐらい前という。なるほどですね。だからあれですよね、これ全体像であろうということで、今現在分かっているのがこういう状況であるということで、もちろんそういうことです、はい、でそれ以上にこう複雑な構造っていうのはまだまだ分かっていないことがたくさんあるんではないかということですよね、はい、おっしゃるとおりです。この自然リンパ球というのは10年ぐらい前に発見されて、うん、10年前なんですか。10年ぐらい前に発見されて、自然リンパ球という名前がついたのも、10年前ですね、2013年ぐらいの話です。なるほど、それは先生が見つけた。あ、違うんですよ、違う私の尊敬するある大の先生方が、ええ、発見されて、姉ちゃんに論文を書かれた、その経緯も私リアルタイムで見ていましたので、あ、なるほど、すごいなと、うん、続いて拝見していました。なるほど、うん、というわけで、はい、この全体像を見ていただいて、なんとなく頭に入れていただいて、うん、この漫画を見ていただきたいというのが前回のクライマックス、ね、そうですね、前回のね、ありがとうございます、はい、そうです。泥棒が入ろうとすると、はい、まず泥棒に対応するのは何かというとセンサーが働くと、うん、泥棒の顔とかよりも、まあ、人影とか窓が開いたとかっていうのを認識して自然免疫細胞がやってくると、うん、任期の短い、まあ、日雇い労働みたいなですね、アルバイトのガードマンみたいなのが好中球がやってきて、はい、マクロファージがやってきてナチュラルキラー細胞がやってきて捕まえる、うん、ただもうちょっと手強い泥棒、まあ、こういう危険な人物がやってくるとですね、樹状細胞がその情報を次の相手に、もっとプロフェッショナルな人たちに指名手配として伝える、うん、この泥棒とかこの犯人の顔の写真をこういう犯人ですと特定できるような情報を伝えることによってヘルパー T 細胞が活性化してキラー T 細胞が活性化する、うん、キラー T 細胞は直接感染細胞、これ、まあ、泥棒をやっつけるわけですね。ヘルパー T 細胞は司令塔として自分は手を下さないんですけどもキラー T 細胞を助ける、うん、でこのガードマンたちを助ける、うん、さらにこの鉄砲をまたおまわりさんたちに指示を与える。ちょっとねここはアップグレードしたところなんですけど、ね、おまわりさんたちは私たちはこの犯人を撃てますというのをお伝えするわけですね、うん、撃ってよしという指示が出ると、このおまわりさんたちはさらにですねこう進化してこうスナイパーになるわけですね、うん、で弾を撃つと、うん、こう精度が上がどんどん精度が上がっていくわけですね、うん、ヘルパー T 細胞の指示によってこれが弾を打ってどんどんどんと打って、直接当たったり援護射撃したりする、うん、樹状細胞からの指示によって何に対してどの犯人に対して攻撃すべきかというような、まあ、捜査本部が立ち上がって自然免疫の細胞とは違うんです。こちら側はこの犯人の顔を覚えてますからこの人たちが定年退職するまで働くと、うん、免疫記憶がつくというのはそういうことなんですね、はい、
さてこの指名手配によって活性化するヘルパー T 細胞キラー T 細胞とは違う働き方をするのがガンマデルタ T 細胞というやつで、はい、この顔犯人の顔ではなくて現場の状況とか足跡とか遺留品などをさた頼りにして犯人に、うん、まあ、迫ると、うん、捕まえるという作用をしている、うんうん、なので、まあ、こういった難しく見えるあの全体像もですねちょっとこういうふうに、まあ、擬人化するっていうのはあんまりいいこと必ずしもいいことではないかもしれないんですけども、はい、捉えることができるのではないかと、はい、つまり免疫の本質、免疫系の本質というのは複数の異なる仕組みによって、うん、単に、感染細胞をやっつけるとか抗体を作るとかいうわけではなくて複数の異なる仕組みや原理に基づいて病原体を排除する機構の複合体というふうに定義できるのではないか、うん、考えられるのではないかと思っています、うん、はい、やっぱり今日も何度もこの漫画に戻ってくるんですけども、なんとか免疫という言葉がありますよね、うん、私たち今は自然免疫獲得免疫ということなので、まあ、これあくまで人間がつけてこのように理解名前をつけると理解しやすいということなんですけども、うん、まあ、古くは液性免疫、うん、体液性免疫とも呼ばれるような仕組み、まあ、これつまり抗体なんですね、うん、抗体によってこれがまあ血液中や体液中にいることによって病原体に対処する。もう一つこれに対応するというか対照的なのが細胞性免疫と。キラー T 細胞、主にこのキラー T 細胞のことを指すか、まあ、あるいはマクロファージや好中球ナチュラルキラー細胞なども指すんですけども、要するに免疫細胞が病原体または病原体に感染した細胞に対応するという意味で液性免疫、細胞性免疫という用語があります、はい、じゃあこの中で、一番重要な免疫細胞は何でしょうかという話ですね、うん、何だと思います、うん、何でしょう。やっぱりこれは液性免疫なんですかね。これはですね液性免疫がない、患者さんというのがいらっしゃるんですよ、はい、B 細胞を作れない、免疫不全症、先天的に B 細胞を作れない方というのは一定の数おられて、うん、はい、もちろんあの抗体を作れないので、うん、肺炎にかかりやすいとかですね、うん、あのそういった症状が出ます。なるほどですね。もっとひどい、もっと重症な重篤な免疫不全症というのはですね、ヘルパー T 細胞がいない、なるほど、この司令塔となっているヘルパー T 細胞がいない、ね、うん、はい、まあ、多くの場合キラー T 細胞も一緒にいなくなることが多いんですけど、うん、そういった免疫不全症の方というのはもっと重篤な、一番重篤な免疫不全症、あらゆる感染症に対応できなくなるということになります、うんうん、キラー T 細胞だけという場合もあるんですけど、これ、ね、意外と、ね、なくてもいけるんですよ。そうですなくても、ええ、そういったケースがあります、うん、必ずなくても平気というわけじゃないんですけども、キラー T 細胞がなくても意外と大人になって気づいたと、骨髄移植をしに行って検査したら初めてあんたキラー T 細胞がありませんよって言われたというケースもあるそうで、まあ、それ先進国だからということかもしれませんけども、うん、はい、ただキラー T 細胞がないとヘルペスにかかりやすいとかですね、うん、そういったことがあります、うん、一番重要大事なのはヘルパー T 細胞というやつで、これがやられてしまう典型的な病気が HIV 感染症ですね、うん、AIDS になるという免疫、人免疫不全ウイルス、なるほどですね、後天性免疫不全症候群というのが、うん、ヘルパー T 細胞がやられてしまうことによってこの矢印が出ている全部のほぼ全ての免疫システムが働かなくなるという重篤な、うん、免疫不全症です。そう、これヘルパー T 細胞がいないと働かないんですね、他の周りの細胞がうまく働けないということですね、うん、さてではこの、抗体を作らせる、まあ、仕組みということについて前回軽くしかお話ししなかったので、ええ、ちょっとディープな話を、はい、基礎ではございますがちょっとディープな話をしてみようかと思いますね、ぜひ。ヘルパー T 細胞が B 細胞にどのようにして、まあ、要は刑事がおまわりさんにどのようにして一歩打てというふうに指示をするか、うん、はい、B 細胞は細胞の表面に B セルレセプター BCR というのを出していて、これで抗原を捕まえて取り込みます。B 細胞にもいろんな種類があって、この抗原を捕まえる、この別の抗原を相手にするっていろんな種類があるんですけども、まあ、特別な自分の相手にできる抗原を捕まえて取り込んで、うん、中で分解して MHC クラス2というタンパク質に乗せてペプチドとして、この断片のペプチドをね、切れっ端のペプチドというのを提示します、うん、ヘルパー T 細胞がこれもいろんな種類があるんですけども、たまたまそのこの病原体のペプチドに対応するヘルパー T 細胞がやってくると、これが刺激を入れて、つまり B 細胞は
こんな抗原に対する抗体を作れますという申告をするわけですね、うん、ヘルパー T 細胞は異物がおったということを見つけるとこの抗原に対する抗体を作ってよしという指示を与える。そうすると B 細胞が抗体を作りますと言ってたくさんの抗体を作り始める。これが基本なのです、うん、なのでヘルパー T 細胞が異物だというふうに認識したものに対してだけ抗体を作るような仕掛けになっています、うん、これはさらにね、B 細胞は特別に抗体をより強くする仕組みというのを持っていて、ヘルパー T 細胞と B 細胞が今のように相互作用して抗体作りなさいと言うんですけども、はい、そうしますと B 細胞がね、リンパ節の中の肺中心という場所でぶわっと分裂して増殖するんですね、うん、増殖して数を増やすと同時に自分の抗体に突然変異を入れるんですよ。 DNA の塩基配列をランダムに変えるんですよ、うん、抗体の形が変わってしまうんですね、うん、1個1個、はい、何百という細胞でせっかくできた抗体の形を変えてしまうんですよ、うん、変えてどうするかっていうと、リンパ節の中には露胞樹状細胞という、これさっきの樹状細胞とはまた違う別の細胞の種類なんですけども、うん、そういったこうリンパ節の枠組みを作っている細胞の一種がいて、リンパ節の中にはそもそもウイルスの抗原などが入ってくるんですね、うん、流入してくると。これを捕まえてるんですよ、キャプチャーして保持している。これに対して誰が一番よくくっつけるかなというのを B 細胞が競争するんですね、うん、で突然変異入れて抗体の形をちょこちょこ変えて誰が一番これにくっつけるかっていうのをやって、ほとんどのやつは失敗する、うん、抗体の形を変えてみるんですけど、うん、ほとんどのやつは失敗して、くっつかなくなって死んでしまうんです、うん、まあ、かなり無駄の多い仕組みなんですけども、こうやって死んでしまう。ところがよりよくくっつけるようになったというやつは選ばれて、うん、これはヘルパー T 細胞がお墨付きを与えると、うん、くっつくようになりましたって言ったら合格と言って、さらにたくさんの抗体を作る。すごいっすね。進化みたいなことが起きるわけですね。突然変異が入って、中で一番いい、一番強いやつを選び出していくという仕組みがあるわけ。だからより強い抗体ができていくわけです。めちゃくちゃ優秀じゃないですか。B 細胞、まあ、こういう特性を持ってるわけですね。なるほどですね。でさらにですね、はい、この B 細胞は非常にこの突然変異によって強くなった強化された抗体を作るわけですけども、うん、この続きがあります。今のはこれです。お墨付きを与えられた細胞は現場で働けということで形質細胞に分化変化して、抗体を作ります、うん、ところがね、一つ前のね、ここでちょっと、この抗原にくっつくんですけども、ちょっと弱いなっていうやつはそれほど強くない、くっつかないわけじゃないですよ、ちょっと弱いなっていうやつは、うん、お前はメモリー B 細胞になれっていう指示が下るんですよ、うん、待機しろっていうことなんですよね、うん、これこの人はこうちょっと街に入るんですよ、眠りに入るんですよ、はい、で長く何年も生きていて2度目の感染でまた抗原に出会うとヘルパー T 細胞からバッと指示が来るわけですね、うん、出番だということで、うん、今度は1回目よりも一気に分裂してさらに体細胞を突然変異入れることもあるし、うん、形質細胞に分化してさっきよりも大量の抗体を作ると、うん、これが二次応答っていうやつで、二次反応とかと呼ばれるやつで、うん、まあ、2回目の免疫は非常に強いんですね、はい、こういう記憶細胞が残っているんです。で場合によってはこの記憶細胞はメモリー B 細胞は何年も残っているので、うん、何年も免疫を、うん、まあ、つまり免疫がついているとか、ね、記憶しているというのはこういうことだということですね、はい、そのメモリー B 細胞になるのは、はい、ちょっとあんまりくっつかなかったやつがなるってことなんですね、くっつき方が弱いやつ、弱いやつがくっつかないやつはね、ほとんど、まあ、失敗して死んでしまうんですよ。くっついたものが残るわけではなくてっていうことなんですね。じゃあくっついたものが残るんですけど、くっつき方がちょっと弱いやつが、うん、弱いやつが残るんです、メモリー B 細胞になるというふうに言われてます。このメカニズムはまだよく分かっていないんです。なるほど、分かってない、分かっていない、まだ研究が続けられているところなんです。どうやったらメモリー B 細胞を効率よく誘導できるのか、うん、知ってる人はまだいないです。答えがないところで研究が続けられているところなんですよ。なるほど。自由自在にこれをこちらに行けこちらに行けっていうのをコントロールできるわけではないという状況です、うん、なるほどですね。というわけでこのような、まあ、非常に面白い仕組みで、うん、T 細胞と B 細胞あるいは樹状細胞もですね、免疫細胞が相互作用しているのか、はい、リンパ節という場所が大事だということもお話ししました、うん、で、またこの全体像に戻ってきてですね、これをもとに前回、ワクチンの作用基準として
mRNA、LNP ワクチンの仕組みというのをお話したわけですね。基本的にワクチンというのは病原体特異的な免疫応答のリハーサル、予行演習ということです。生ワクチンであれば、これまたさっきの漫画ですけれども、凶悪なテロリストの顔がそっくりな双子の兄弟を連れてきて、双子の兄弟はちょっと丸けなんですね、鉄砲が折れてるんで戦えない、これを連れてくると当然センサーが反応して樹状細胞が指名手配をかけて、さっきの免疫の仕組みが全部動きます。キラー T 細胞、ヘルパー T 細胞が活性化する、ガンマデルタ T 細胞も活性化しますね、こんな犯人がいたら、で、B 細胞がこう指示を受けてさっきの強化されるわけですね、ただのおまわりさんから、まあ、スナイパー、これスナイパーがこれでいいかどうかベースとしてですね、より弾を撃つようになると。スナイパー目立ちすぎですけどねこれしかなかったということですね、はい、さて不活化ワクチンというのはどういうものかというと、まあ、要するにウイルスや病原体を殺してしまって、動かないようにしてしまって、そのあるいはその病原体の一部ですね、一部だけを取り出してきてやってワクチンにするというものなんですけども、まあ、凶悪なテロリストの双子の兄弟をボッコボコに殴ってこう身動きできないようにしてやる。でもこれだけじゃセンサーが反応しないんですよね、この人寝てるだけなんで、ただ変な人が寝てるだけ、ここにアジュバントと呼ばれる自然免疫を活性化する物質を加える必要がある、これ何かっていうと、まあ、こういう爆竹みたいな、あの花火みたいなもので、パン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 と音がすると、なんやなんやと警備員さんがやってきて、この犯人の顔を見て、あ、こいつが怪しいということで指名手配かけると、なのである程度の免疫系がこれで動きます、抗体も作ります、ただ、ある程度の免疫系しか動かない、キラー T 細胞とか NK 細胞、ガンマデルタ T 細胞なんかはあんまりうまく活性化させられないというような問題がありました、mRNA、メッセンジャー RNA、LNP ワクチンというのはどういうものかというと、これもまあ前のおさらいですけども、泥棒の顔写真が分かった、これに対する免疫を付与したいですが、やっぱりアジュバントが必要になるわけですね、メッセンジャー RNA、LNP ワクチン、現在用いられているワクチンの場合、この LNP、リピッドナノパーティクル、脂質ナノ粒子と呼ばれる小さな油の膜で包まれたもの、その構造物が強力に自然免疫を誘導すると。ちょっと強力すぎるんちゃうかというぐらい、爆発が起こりまして、それで、自然免疫系の特に樹状細胞が活性化して指名手配をかける、ガンマデルタ T 細胞などは活性化できませんけども、ヘルパー T 細胞、キラー T 細胞、B 細胞が大量の抗体を作るということが分かっています、こういったお話を、前回したわけですね、よかったです、今日はアニメーションが見れて。そうです、ね、前回見れなくてね、これを出したかったのに、そうです、これを出したかったのに、すいませんね、本当によかったですよ、今日はちゃんと見れて。そうです、これでもう本物です、本当ですか。で、このようなお話をしてですね、まあ、メッセンジャー RNA ワクチンの、まあ有効性とか限界とかっていうものをお話していた中でですね、このスライドを紹介したんですね、リンパ球の減少が起きると、この LNP ワクチン、mRNA、LNP ワクチンを接種した直後にリンパ球の減少が起きている、血液中のリンパ球、これ内訳はよく示されてないんですけども、ヘルパー T 細胞、キラー T 細胞、 B 細胞が極端に減ってしまうよと、特にまあこれが30マイクログラム、人に摂取されている量ですけども、私はこの線を引いて、ヘルパー T 細胞がこれ以上、これ未満に以下になるとか未満になると、エイズ、免疫不全症を発症してしまう基準として知られているよということを紹介しました、これはエイズになるっていうわけじゃないんですけどね、エイズはこれが基準だよということで、しかも一過性なので、見れば分かるんですけど戻ってると、一過性にリンパ球減少が起きるということが報告されています、ただ一部の医師の方からですね、エイズと比較するとは何事だという指摘をいただきまして、医師でもない人間が、エイズと比較するセンスを疑うという言われましてかなり厳しいお言葉ですね、新田には怒りしか感じない本当に厳しいですね、感情的な言葉を、投げかけられてますね。そうですね、怒りしか感じないというのは、人間には喜怒哀楽があるわけですから、全部怒りになっていると。そうですね、どうになっているとですね、どうしかない、大変なことです、大変なことです、もうそのどう一心に受け止めた新田先生ということですね、こちらもちょっと反省すべきところがあるなと、
怒りしか感じない深掘りますねそこはアシュラマンご存知ですか。何ですか。筋肉マン、アシュラマン。あの僕たち同世代ですからね。ですね、筋肉マン世代です、ね、筋肉マン世代ですね。筋消しをやってましたから。アシュラマン、あの 手が6本あって顔が3つありますよね。はい、ありますね。普通の顔と冷血と怒りですね、うんうん、はい、怒りしか感じないということは、はい、アシュラマンの顔が3つとも怒りになっているということですね。その通りですね。大変なことですよね。大変なことです。もう どこの顔に変わっても怒りです、ね、怒りしか出てこないということです、その通りです。これは大変なことなので、はい、やはりちょっとあの反省して、反省をしなければいけない、はい、あの HIV がどうあの AIDS の線は今消しましたので、うん、ちょっと別の線を書いてみたんですが、リンパ球減少症と呼ばれるのは、うん、まあ、これぐらいで、うん、ヘルパー T 細胞がこれ以下になると帯状疱疹が増える目安と言われているのがこれぐらいということで、うん、線を作ってみました。ちょっと別の言い方にしてみたということですね。まあ、そうです論点はですね、あのみんな帯状疱疹になるぞとかね、うん、あのエイズになるぞということではないんですよ、うんうん、それのレベルにまで落ちてるんだっていうことですね。で急に落ちてると、で健康な人にこういうことを起こして大丈夫かという懸念なわけですね、うんうん、つまりあの気にしなくて本当に良いのかということと、どのようなメカニズムでこうなってるのか、前回あまりここをお話ししなかったんです ね、はい、そうですね。それでご指摘を受けたということなんですけども、うん、まずあの気にしなくて良いのかの方だけちょっと話をしてみたいなと、はい、確かにですね、このウイルス感染などでしばしば血液中のリンパ球が一過性にですよ、一過性に減る、うん、一時的に減るということは、まあ、あるんですね、はい、実は私も経験がありまして、あの私中学2年の時にものすごい高熱の病気に、はい、分かんないんですけど、インフルエンザかなんか分かんないんですけど、風邪ひいたかなんかで40度の熱が3日続いたんですよ、うん、もう40度超えてて電子体温計で O っていうオーバーっていうのが出たっていう、あの 3日はなかなか長いですね。ぐるぐる天井がぐるぐる回って、もう立てない、トイレ行くにも張っていくみたいな感じの日が3日続いて、でこ脳がやばいと思って、あの母が置いていた座薬をですね、思春期だったんで非常に抵抗があったんですけども、座薬を自分で使用しまして、なるほど、はい、で熱をなんとか下げて、まあ、3日目に元気に熱が下がったと元気になった、で、私の母がね、あの内科医だったんですよ。あ、そうなんですか。内科医だったんで、なるほど、あの朝ちょっと心配だからっていうんで、4日目に、ね、熱が下がってすぐ私学校行ったんですけど、その頃そんなもんですよね、中学校行ったんですけど、行く前にちょっと心配だからって言って、採血されたんですよ、はい、血液を取って、で病院に持って行ったんですよ。私普通に学校で過ごして、帰りがけ友達の家で遊んでたら、弟が迎えに来たんですよ、兄ちゃん大変ばいと、母ちゃんが探しとばいとかって言って、あ、それ九州だ、九州だ、はい、ほんで帰ったら、あんた引きの絵であんた大丈夫ねって言われて、白血球がねめちゃくちゃ下がってたんですよ、ほんとこんなレベルに下がってて、300とかね、下がこの1000以下ぐらいまで下がってて、大変だって、あんた大丈夫ね、体は何ともないねって言われて、いや何ともなかったんですけど、本当になんか大騒ぎになって、それお母さんだからこうやっぱりそれをちゃんと調べたっていう、まあ、調べてみたら大変な値が出たんでっていうことで、検査のミスかもしれないし、本当だったら大丈夫、もう遊びに行くなとかって言われて、でもう一回採血されて、こっちかこっちか、そしたらやっぱり下がってたんですよ、さっきよりちょっとマシだったんですけど、やっぱり下がって深刻な状態に下がってて、で3日ぐらいして再検査をしたら今度は正常値に戻っ近かったんで、あ、大丈夫だったんだってなったと、だからやっぱり心配するもんではあるんですよね、一過性である、多分戻るだろうと思っても、で、まあ、この30マイクログラムの量とかって言ったら、まあ、ほぼ全員がなってるじゃないですか、だから元気な人も元気じゃない人もこうなってるんだとしたら、まあまあ大変だなと言って、気にする人がいるのはまあそうかなと、で実際にこういうのを、ウイルス感染でこういうのが起きるのは分かってるんですけど、ワクチン接種でこういうことが起きるっていうのは知られてるんですかっていうことを、まあ、あのツイッターで臨床の医師の先生方に尋ねてアンケートを取ってみたんですけども、従来のワクチン接種後に、まあ、この極端なリンパ球減少が普通に起こることですかと、普通にあるか聞いたことないか、まあ、普通にあるが18人、聞いたことないが132人、これ本当に医師の方々かどうか分かんないですよ、あの本当の遊びのような参考程度にということなんですけども、参考ですね、これはあくまでね、でもう一個質問で、さらに普通にある、まあ、聞いたことない、今まで調べられてなかっただけで普通にあったはず、
まあ、こういう人たちもいらっしゃるということ、うん、まあ、やっぱりでもあんまり聞いたことないよねっていう方が多いですし、うん、まあ、少なくとも私の周りにはちょっと心配じゃないという方がいらっしゃると、うん、いうことなんです、うん、で実際にその調べた方がいいんじゃないかということで検討会が始まったりもしていますということをまあお伝えするんですけども、はい、うん、じゃあその気にしなくてよいという人たちはどういうメカニズムでこれが起こっているということを説明するのかと、うん、それはリンパ球がリンパ節に移動するためというふうに言われています、はい、ちょっとリンパ節についての説明をまたしてみようと思います ね、 そうですね。リンパ節というのは、まあ、リンパ組織と呼ばれるいろんな組織の一つなんですけども、でね、これ人の体があってこの、はい、こう線が書いてあるのがですね、リンパ管と呼ばれる管が、まあ、体の中を通ってるわけですね。もちろん我々の体には血管があって血液が流れてるんですけども、うん、それ以外にリンパ管という組織の管があって、うん、でここにこう張り巡らされているのがこう時々なんか青い粒がありますよね、はい、これがリンパ節と呼ばれるものなんですね、うん、リンパ組織には一次リンパ組織と二次リンパ組織というふうに分かれていて、うん、一次リンパ組織というのは骨髄と胸腺と呼ばれる臓器もしくは組織です、うん、一次リンパ組織というのはリンパ球を作る場所、なるほど、二次リンパ組織というのはリンパ節や脾臓など、これはリンパ球が働く場所です、うん、なるほどですね。働く場所でさっき言ったような T 細胞と樹状細胞、うん、T 細胞と B 細胞という細胞たちの相互作用が起きている、うん、なので血液中でブラブラしている T 細胞がたまたま出会うわけじゃないんです、うん、ちゃんと場所が用意されていて体の各所にリンパ節と呼ばれるところがあってですね、ここで免疫反応が起こ る、 なるほどということになっています。なるほどですね、うん、で、まあ、これ前回示さなかったかな、示したかなというようなスライドですけども、まあ、傷口から病原体などが入ってくると、うん、あるいはワクチンを接種してこの筋肉の中に抗原ができる場合もそうかもしれませんが、樹状細胞がそれを捕まえてリンパ管を通って近くのリンパ節まで運びます、うん、さっきのこの辺りから抗原が入った場合なら脇の下に行くとかこの辺ですかね、はい、でリンパ節の中で抗原定植、この中に T 細胞と B 細胞も集まってきているので、うん、ここで効率よくこんな抗原に対して攻撃をしなさい、これできるやついるかというふうに樹状細胞がこう召集をかけるわけですね、うん、こう樹状細胞が病原体を感知して鈍色してこれをバラバラにして提示すると、うん、そこにはキラー T 細胞ヘルパー T 細胞が集まってきていて、集まってくるので、俺もちょっとこう試してくれというふうに集まってくるので、はい、リンパ節は数倍に膨れ上がります、うん、それがよくあれですね、ワクチン打った後もここね、そうです、そうです、脇の下がこう腫れるみたいなことがありましたけど、はいはい、その作用が起こってるっていうことですね。そういうことです、リンパ節が主題する腫れるっていうのはそういうことですね、うん、じゃあそのリンパ球がリンパ節に行って、血液中のが減ってしまうとかっていうことで、ちょっと数的に、考察考えてみますとですね、うん、血液中には人の場合、血液5リットル、まあ、私とかの体重でと考えると5リットルぐらいの血液がありまして、うん、その中に全部で100億個ぐらい、10の10乗というのを表し方をするんですけども、100億個ぐらいのリンパ球がいます、うん、大体ですよ。でリンパ節1個、リンパ節1個って大体ね、数ミリの大きさだと思うんですけども、まあ、大きくて数ミリかな、 BB 弾よりは小さいかなぐらいの、大きいかなぐらいの大きさなんですけども、その中に1億から10億ぐらいのリンパ球がいます、うん、なのでこことここでこう出入りしているとしたら、まあ、リンパ節が3倍ぐらいに膨れ上がったら血液中のものが取られて数が少なくなるのは当然かなというふうにも思えます、はい、ところがリンパ節って全身に数百個あるんですよ、うん、600個とか500個とか人によってちょっと数が違ったりとか、そんなたくさんあるんですね、小さいのがたくさんあるんですよ。さっき の、 脇の下のリンパ節っていうのも、ここに大体40個とか、ね、30個とか人によって違うんです、あるんですよ、はい、で、まあ、全部集めるとこの辺にあるので全部集めると数百個あると。よくね、なんか首のところがなんか腫れるみたいな、こうリンパが腫れてるとかよく言いますよね。私ね、インフルエンザのワクチン打った日にね、ここが腫れたことあるんですよ、ここは、はい、このこういうふうに行く経路じゃないんですけど、なぜかその日にここが腫れて、鏡で見て見えるぐらいに腫れたことがあるんですよ、だからまあなんかちょっとしたこう流れで、要するに末梢で怪我をしたりとかして抗原が入ってくると、うん、こういうところで、まあ、ろ過するわけですよね、捕まえる、抗原を捕まえて漏れたら次のところに行く、うん、ここでやっぱり樹状細胞が待ち構えている、 T 細胞が待ち構えていて抗原提示して免疫反応が起こる、まあ、漏れたらまた次のところに行くというふうに流れがあるわけです、うん、でいずれ血液の中に入って戻って
ここから血液に戻っていって、まだリンパ管に入る、リンパ球にリンパ節に入るというのは循環をずっとしているわけですね、うん、だからリンパ節は全身に数百個あって、脾臓にも、脾臓っていうのは、まあ、こんなぐらいの大きさの臓器ですけども、はい、リンパ球がたくさんいるんですよね、うん、全部集めると、それらが、まあ、血管やリンパ管を通って全身を循環しているので、うん、数千億個のリンパ球があるんですよ体の中に、うん、これずっと循環してるわけです。特にまだ抗原に出会ってない T 細胞、ナイブ T 細胞と呼ばれる人たちは、まあ、新入社員があちこち全国飛んで修行してこいみたいな感じで、はい、こう循環してるわけです、うん、体中を、うん、でもそうしないと役に立たないですから、うん、なのでこの循環してるからこんだけあるから、リンパ節が10個や20個腫れてもですね、この数はこれ常に100億個っていうのは数千億個の中の一部がこう見えてるわけなので、はい、全部がここに行っちゃうわけじゃないじゃないですか、はいはい、よっぽど強い炎症が全身で起きないと、うん、こう血液中のリンパ球が減るっていうことはあんまり考えられないなと私は思うんですけ ど、なるほどですね、実際どうしてこんなリンパ球が腫れたらそこにリンパ球が移動して抗原提示が行われているとか、また戻ってくるとかっていうのが分かるかっていうと、動物実験がやられてるからなんですよね、人間で解剖して調べるわけにはいかないので、まあ、マウスなどを使って動物実験が行われていて、全身性の炎症が起きると血液中のリンパ球が急激に減少する、で数日後に元に戻るということは分かっています。リンパ球にリンパ節に集まってまた戻ってくるので、回復するということが分かっています、なのでリンパ球が死んで増えるということよりもこう移動してまた戻っていくというようなことで、説明できるというふうに言われています。なるほど、よろしいですかね、こんな感じで、はい、じゃあ、このさっきのまたこの図に何回も戻ってくるんですけども、この mRNA、LNP を打つと、まあ、量を増やしていくと30マイクログラム、50、60で増やしていくと、まあ、リンパ球の減り方はこうだんだんひどくなってきてますよね、この辺りの人とかもう全員がこうリンパ球減少症ラインぐらいに入っているかなと思うんですけども、これ明らかに量依存的なわけですね、この打ち込んだ量に依存していると。そうですね、量が多くなるほど減り方がひどいということですね。30マイクログラムっていうのが今人々に打たれている、まあ、12歳以上かな、日本で12歳以上に打たれている量ですけども、この論文とかって当然欧米人で行われているので、大きな人たちですよね、量依存的っていうことは打たれる側の量依存的でもありますよね、だ体重が重い人と、まあ、体の容積が大きい人と小さい人では当然影響が違うので、欧米の人だと、これ20代から50代の健康な男女に、接種した実験らしいですけども、40代のアメリカ人男性って体重90キロぐらい、平均体重が85とか90ぐらいでしょ、よかったですね、私60キロでしょ、1.5 倍ぐらい違いますよね、日本の12歳の平均体重って40キロぐらいだからなんか2倍ぐらい違いますね、この辺打たれてるんだけど、実際の影響はこの辺かもしれないよねというぐらい、まあ、量依存的なわけですね。なるほど、まあ、でもその抗原提示がちゃんと行われているかということで言うと、まあ、それは行われていると、T 細胞の活性化が誘導されている、これごちゃごちゃしてますが、左側はスパイク抗原に反応するヘルパー T 細胞の数を見ています。1個の丸が1個の1人の人を表していて、打つ前と2回打った後にどれだけ T 細胞が活性化しているかというのを見ています、右側はスパイク抗原に反応するキラー T 細胞、これ実際にスパイク抗原に反応してインターフェロンガンマという、まあ、ウイルスをやっつけるタンパク質を作る細胞の数を調べています。当然打つ前はほとんどいないわけで、そういう細胞、特別なスパイクに反応する細胞というのは数が少ないわけですけども、例えば30マイクログラムの接種を受けた人たちではドカーンと増えていますね、ヘルパー T 細胞、キラー T 細胞。さあ気づくことが、ここから気づくことはありますかということなんですね、ここで、一番例えばヘルパー T 細胞で一番高い値を示しているのは誰でしょう。この中で一番高い値を示しているのは1マイクログラム、この人たちですよね、この人ですよね、2番目もこの人か、この人かというところですね、1マイクログラムでもまあまあ T 細胞活性化してますよね、まあ、確かにこの30に比べるとちょっと活性化してない人がいるんですけど、まあ、11人中9人を活性化しているという判定になっていて、この辺り見ても活性化している人たちは、30マイクログラムの人たちとそれほど遜色がない、はい、そうですね、
キラー T 細胞もそうですね、まあ、活性化してない人は確かにいますけど、うん、まあ、30知ってる人たちはこの辺の人たちは30マイクログラムの人たちよりも、まあ、なんか遜色ないですよねやっぱり、うん、この人たち1マイクログラムでもヘルパー T 細胞キラー T 細胞活性化してるわけですね。なるほど、さっきの量は必要ないんですね。リンパ球現象をですね、うん、思い出していただくと、うん、リンパ球現象起きてないですよね1マイクログラムでは、うん、30マイクログラムではなるほどですね、こんなにリンパ球が減っていたのに、うん、1マイクログラムでは減ってないんですよ、はいはいはい、だけど T 細胞は活性化してますよね。活性化してる、まあ、してない人もいますしね、うん、もちろんこれも多少の量依存性はあるんですよ、はい、だけどこの7、8人の人たちはなるほどリンパ球現象起きてないじゃないですか、はい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 、これは不思議ですね。そう考えると、うん、うん、と思えてくるんですよね、うん、1マイクログラムで T 細胞が活性化しているから抗原提示が起きている、うん、これ人のデータですよね、うん、でも激しいリンパ球現象は起きていないので、うん、抗原提示とリンパ球現象は関係がない、関係がないというか、まあ、ない可能性があると思いません、うん、見てると、うん、って気づきますよね。なるほどですね、すごいところに気づきましたね先生。いやいやこれ論文データを見るそれ研究者ですから、それ大変失礼しましたけど、論文のデータを見ているということなんですけど、そうですよね、なるほどですね。そうか、キラー T 細胞とかが活性化してて、ここはもう大変こうなんていうんですか、まあ、いろんなこう作用は起きているけれども、でも1ミリ1マイクログラムの時にはリンパ球現象というのは起こっていないと。起こってないですよね。まあ、うん、減少してる人いますよ、大体の人は減少してるんですけども、うん、はい、まあ、関係ない人もいるし、スタッフも全員がこんなことになってるかっていうと、うん、なってないですよね、うん、じゃあなんで30という量が採用されたのかとか、うん、じゃあ1と30は要するに何が違うのかっていうと、うん、一番違うのはですね、抗体なんですよ、はい、上が、まあ、スパイクに結合する抗体の量を見ていて、うん、下のグラフ、下のグラフだけいきましょうか、うん、下のグラフは実際に中和抗体がどれだけできるかと、中和活性を見ている、うん、感染を防ぐ効果のある抗体がどれだけできたかっていうのを見てるんですけど、うん、ここが1マイクログラム、まあ、接種してから日数が経っていて、ブースターを打って20さらに29日目48日目、うん、こういうふうな時間経過を見ているわけですけども、うん、1と30ではこれぐらい違うと、うん、30では抗体の量としても多いですし、下の中和抗体がそもそもたくさんできていますが、うん、1マイクログラムでは弱いですよね、これよりは弱いと、はい、50だともっと、これ50マイクログラムなんですけど、50だともっとたくさん抗体できてるんですけど、さすがにこれにしなかったのは副反応を考えてのことなんですかね、多分彼らもここである程度のところで線を引いてるということだと思われるんですけどね。というわけで中和抗体の産生に関してはこの量が大事である、うん、ただ中和抗体ってすぐ効かなくなるとかって言いますよね、変異株には対応できない場合が多い、はい、うん、だから細胞性免疫、つまりキラー T 細胞が大事な役割を果たしているんだというふうに、うん、つまり重症化の予防にはキラー T 細胞が大事であるというような説明がされると思うんですけども、はい、ちょっとなんかつつまが合わないと感じることはありませんか。キラー T 細胞は少ない量でも活性化しているのに、うん、だからそこに設定はせずに、まあ、抗体産生の指標にして接種量が設定されているように見える。うん、でこのリンパ球が減少している理由として私考えてみた答えは、まあ、血液中からリンパ節へのリンパ球の移動、これが起きている、まあ、それはその通りなんですよ、うん、ただ激しすぎる、ちょっと普通に局所投与したのとは違うような激烈な炎症が起きていて、普通に今までの動物実験の常識とはちょっと違うから用心した方がいいんではないかということなんですよ、うん、あるいは血液中からリンパ節へのリンパ球の移動プラス何か起きてないということを考えてしまう、この可能性、まだこれクエスチョンマークつけてますけど、うん、分からないですけどね。なので通常のワクチンとはメカニズムが異なるにもかかわらず、中和抗体がどれだけできるかということを指標として接種量が設定されたんじゃないかなと思われるんですよね。なるほどですね、うん、だからキラー T 細胞を活性化するとか、それよりもなんか強力な免疫応答を誘導しようとしているわけですね、このワクチンは、うん、はい、で、これ前回もお話ししたお見せしたスライドですけども、ちょっと字ばっかりですが、この mRNA、LNP の対応メカニズムはよく分かっていない、
これアジュバントとして作用するのはこの、イオン化脂質という成分だと。これファイザーとモデルナで異なっていて、モデルナの方が激しいということが分かっているんですけども、うん、その記事はまだ実はよく分かっていない、うん、でこの3番目の文章にあるように結局 RNA をセンサー認識する自然免疫センサーが大事だという論文もあって、ということはワクチンの mRNA がやっぱりアジュバントとして作用しているのか、いやいやそうじゃなくて細胞がダメージを受けて放出された RNA がこれが、まあ、自然免疫に認識されて作用しているのかというようなこともまだよく分かってないということなんですよ、はい、でそもそもどうやって傷つけているのかもよく分からないし、うん、まだ研究対象であるんですねこの辺が、うん、だからなんか作用メカニズムが分からないままにそのいや絶対安全ですよこれ一過性だからって言えるほどのものかという疑問があるわけです、うん、そうじゃないんじゃないかという医師の方もいらっしゃって、うん、研究ダイヤルとかあるいは意見交換情報共有が始まっているという状況なわけです。なるほどですね。で、ネイチャーの2020年の論文でね、この論文が古いというふうなクレームをいただいたんですけどもまあ2020年いちいちうるさいですよね本当に2020年の論文なんですね、で、まあ、確かにいろんな報告はあるんですけども、うん、これ大事な論文だと思うんですよ。ネイチャーに出た報告ですし、はい、ビオンテックが発表している論文で、まあ、いろんな引用されてるし参考にされている論文だと思うんですけども、うんうん、この著者たちは、半年後にほとんど同じ内容の論文をもう一つ書いています、うん、2021年、もう比べてみられると、ね、分かるんですけども、著者ほとんど同じですよね。1番目2番目とかね、はい、でこの2020年の論文の方を私は引用していました。これまで今も、うん、今日も引用してきたデータですけども、これ今も何回もお見せしたリンパ球が減るというやつですね。30マイクログラムでリンパ球が減ってますよというデータですけど、これ2020年のデータなんですよ。2021年のデータではですね、なんか30マイクログラムでリンパ球が、これグラフの縦軸同じなんですけども、あんまり減ってないんですよね、なぜか。これ同じ、あ、横軸がちょっと違う。30までしかないですね、はい、うん、でここ30、ここですよね。なるほど。でもちろん被験者違いますよ、別々の被験者なんですけども、はい、あんまり減ってないデータが使われていて、うん、で2020年の方では CRP という、まあ、急性炎症反応のマーカー、血液中の CRP がドーンと上がってる人がいたり、まあ、大体増加傾向にあるんですけども、うん、CRP もそんなに上がってなくてですね、うん、30マイクログラムでこの基準値を超えてる人がほとんど、まあ、一人もいないと。なんでこんなになんか違うんじゃいということですよね。たまたまこの試験失敗したとかいうわけじゃなくて、まあ、こんだけ差が出ていて、うん、で他の副反応も2021年の論文では弱いんですよね、うん、接種部位が痛いとか、これ例えば30マイクログラム接種した人っていうのは、1回目の接種の直後痛い痛い、まあ、この青とか緑で示されているのは状態がひどい、青が一番ひどいっていうことなんですけども、うん、10人中もう10人ぐらい、10人超えるぐらいが痛い痛いと訴えているし、まあ、倦怠感もひどかった、頭痛もあるというふうに訴えているんですけども、こっちの2021年の論文ではまあなんか少ないですよね、うん、こんなに違うんかいという、ロットが違うっていうのはこういうことを言ってるのか、ちょっと私はよくわからないですけども、どっちかというと左側の方が日本人の私たちの周りで経験して、ね、接種された人の様子に近いように見えるんですよね、うん、だからまあこうなってるとか、まあ、体重を考えたらこうなってるというふうに考えても考えられるわけで、うん、まあ、健康な人に打つのはそうなんですけども、不健康な人とかにも打つわけでしょこのワクチンって、うん、そんなに気にしないでよいとかね、いうようなものではないんではないかと思うわけです。この論文の違いは何なんですかね、これね。これ同じ方々が書かれたものってことですよね。見てるポイントが若干違います、ええ、タイトルにもあるように、まあ、これ、抗体ができるよとかですね、TH1、まあ、さっきのインターフェロンガンマを作るような T 細胞がちゃんと活性化されてるよっていうのを見た論文ですし、うん、こちら側はちゃんと中和抗体がよりこう強化されていくっていうのを見たりとか、うん、まあ、T 細胞の反応性をきちんと見たり、まあ、示したというような違いはあるわけですけども、うん、論文のデータは本当にそっくりなんですよね、うん、ただこの副反応の程度は随分違うのを持ってきているということです、まあ、私はちょっと ここまでしか言えなくて、なんでなのか分かりません疑問に思いませんでも、めちゃくちゃ奥歯に物挟まってるじゃないですか、思いませんでも、なんでなんだろうっていうね、これ投げかけですねこれね。そうですね。でなぜなんですかっていうことですね、うん、こういう副反応の、はい、メカニズムを調べようとしても、うん、動物実験では今のところ調べられないんですよね、うん、マウスではこの副反応は非常に弱いということを前回もお話したんですけども、うん、はい、これも文章だけ言いました、人に比べて1000倍以上の量の
mRNA、LNP による副反応、まあ、有害事象に耐えるということがマウスは分かっています。ちょっと論文の内容を、ね、あえて説明してみたいと思うんですけども、人とマウスの末梢血の、まあ、要は血球系の細胞、あらゆる、まあ、いろんな免疫系の細胞ですね、はい、を RNA、LPX、 これねちょっとね化学組成が違う、あの LNP の、 あの、まあ、似たような成分なんですけども、 RNA と脂質の塊なんですけども、それを処理すると、処理する量が増えると、人の場合は炎症性サイトカインっていうのがドーンと出てくると、これで炎症が起きるわけですね、うん、マウスの場合はこの赤の炎症性サイトカインっていうのも出てくるんですけど、あんまり出てこなくて、それよりこの緑の炎症抑制因子 IL-1R アンタゴニストと呼ばれるものがドーンと出て、もともと出てない、もともと出ていて、うん、処理するとさらに出てくる。逆どうですか、炎症を抑えるものがドンと出てくるんですね、うん、で実際に人とかマウスに接種した場合の状況を見てみると、うん、人ではこの炎症性サイトカインに確かにこうたくさん出てくる、まあ、ある程度出てくるんですけど、うん、マウスでも出てくるんですけど、やっぱりこの炎症抑制因子 IL-1R アンタゴニストがドンと出てくる、うん、だからこれでマウスはこのおかげで平気なのかもしれない。なるほど、人とマウスは違うよってことですか。違うんですね、うん、でじゃあマウスのこの IL-1R アンタゴニストの遺伝子を壊したマウス、ネズミを作ってやるとどうなるかっていう実験もされていて、これ右下のこの図では、マウスのですね直腸温を調べてるんですよ。ショック症状が起きるかどうかっていうのを調べてるんですけど、野生型の普通のマウスはこれ莫大な量の mRNA、LPX100 マイクログラムって書いてあるでしょ、うん、さっき人に打ってた量が 50とか30ですよね、3倍ってことですね、をマウスに打ってるんで、うん、体重がちっちゃいから、体重が3000分の1ぐらいなんで、うん、なんか莫大な量のものを打ってるんですけど、これ野生型マウスは何ともないんですけど、うん、この IL-1R アンタゴニスト、つまりこの遺伝子を壊してやって、うん、人に近づけたようなマウスは、うん、激烈なショック症状が起きるんですね、うん、直腸温が下がって、うん、マウスが 2,3 日動けなくなるぐらいにこうなってしまうと。だからこのマウス使わないとひょっとしたら有害事象とか副反応っていうのは見えないかもしれないし、作用するメカニズムも、その副反応としてのメカニズムもまだわからない。このマウスはあの国内外でこのマウスを使った研究が進んでいるというふうに聞いています、うん、なのでこのマウスや、あるいは猿もそうだというふうにもあの書かれていることもあるんですけども、あの 全臨床試験というか、まあ、動物実験を使ったデータというのは人に提供できないので、この反応性についてはきちんと調べる必要があるというふうに言われています。よろしいですか。はい、マウスの実験だけでわからないことがあるよということですね、はい、であのずっと私メカニズムがわからないわからないというふうに、うん、まあ、メカニズムをあの解明するのが仕事ということもあるんですけども、作用メカニズムわからなくても、まあ、作用のメカニズムも副作用のメカニズムもわからなくても聞けばいいということはあるんですね。実際天然痘のワクチンにせよ、はしかのワクチンにせよ、メカニズムは正確には今でも分かった、つまりどうやって、免疫記憶をつけるのかとかね、うん、細かいこと言うと分かってないし、ちゃんと抗体とか T 細胞の働きが分かってきたのは数十年前の話です。そうですよね、天然痘は200年前に、結果論なんですね、200年以上前にジェンナーが、うん、実用化して開発して、うん、それから百数十年間分からないままで使われていたけども、うん、まあ、使えたんですよ、はい、だから効果があったから聞けばいいんですよね、うんうん、聞いてるかっていう話ですよね、うん、そもそもってことですね、聞いてるかという話です、うん、でこれ前回のもお示ししたスライドで、前回ちょっと消えちゃってたんですけども、まあ、こちらが出てくるはずだったんですね、まあ、これもうご存知の通りですね、厚生労働省のデータで、はい、接種歴不明の人を未接種に入れてたと。これあの是正したらほとんど接種した人も未接種の人も感染者数は変わらない、人口10万人あたりで感染率が変わらないというデータが出てきたということです、うんうん、感染予防効果はほとんどないと。ないですよね、うん、で、これ日本と韓国の最新の状況、まあ、2年間の状況を見てみたんですけども、韓国は日本に先んじて、ワクチンの接種の特にブースター3回目以降というのを進めました。でところが夏頃にやめてしまって、うん、今はほとんど打ってる人いないです、うん、止まっていますね。日本はもう韓国の2倍近くぐらいまで、接種回数が、人口100万人あたりで補正してますけども、うん、接種回数が増えています、うん、
で、COVID-19 の死者数はどうなったかというと、まあ、こうなんですよね。日本は今韓国に追いつきつつありますよね、うん、追いつくか分からないですけど、まあ、韓国は今年の3月ぐらいにドーンとたくさんの感染者が出た、感染者が出てその死者も増えたわけですけど、まあその後こう止まってきて、うん、日本はそれを追いつこうとしていて、うん、じゃあ接種をやめた韓国と接種を隔離している日本でほぼ同程度の死亡者数になりつつあると聞いてますかね、うん、ということですよね。その、そうですね、重症化予防っていうことを言ってるわけですね。重症化予防っていうことだったんですよね、うん、まあ、感染予防は先聞いてないっていうことが分かったよと、はい、重症化予防で、まあ、もちろんこう亡くなってる方はほとんど高齢者の方々なんですよ、うん、だから、うん、あの若者がバタバタ亡くな死んでるというわけではないんですけども、はい、まあ、結局高齢者を守るために打ったワクチン、うん、聞いてますかということと、うんうん、で、まあ、超過死亡も増えてるということが言われていて、うん、それはなぜなんですかと、うん、分からないということですよね、うん、コロナ以外の死亡が増えている。で、コロナ以外の死亡は実は隠れコロナだという人もいるんですけども、じゃあなんでワクチン打ってる日本でそうなるのかという辻褄も合わない、うん、そうですね、ということなんですよね、うん、高齢者の方がほとんど打ってますからね、はい、はい、まあ、こういう話をしていくとですね、あの、まあ、批判を受けるわけですね、うん、あの私これ10月にですね、うん、あの自分、まあ、ある京都で講演をする機会があったので、4ヶ月前ですかね、10月頃に、はい、あの自分の名前でちょっと検索をかけてみたんですよね、予測検索の一番上に出てくるのが反ワクチン、反ワクチンの人じゃないですか新田先生、あのですね、東大准教授の、あのですね、あのこれあの免疫学の、心身系の、いやいや研究者があのですね、これワクチンの方になってますよね。仲間だと思って検索している人がいるのか、その批判して検索しているのがいるのか、はい、分かんないんですよ、分かんないんですけども、私ワクチンとか、うん、まあ、免疫の働きを授業したり研究したりしている人間なんですよね、前回のあのYouTube の配信の時も、はい、ね、命を守るワクチンが大事だという話を、ワクチンは重要だということをおっしゃったということですね、お付き合いながら説明したと思うんですよ ね、はい、非常にワクチンの有効性よく分かりましたよね。4ヶ月前のこの時にこういうのを受けてですね、うん、まあ、ショックを受けてしまったんですけど、うん、私はだからもう前回もこれ同じ材料出しましたけど、うん、良いワクチンの条件っていうのはこう分かっていて教科書にも載ってますよね、うんうん、ワクチンっていうのはあの感それ自体が死を引き起こすものではあってはな、安全性ではなく安全でなくてはならないし、うん、感染や、まあ、発病を防ぐ必要があって、うん、数年間持続しなければいけないしというような、まあ、定義がある程度されていると、うん、で、まあ、あの、まあ、例を前回も出したんですけども、はいはいはい、もう一回同じ例ですね、はい、これ2012年の岡山県で、あの、麻疹、はしかが集団発生したと、うん、まあ、集団発生って言っても小規模で食い止められたわけですけども、うん、これあの感染研のサイトとかにも載ってる情報です。多分他のところで起きた事例もほとんど同じようなものだと思うんですけども、海外から帰国した男の子が発症して、その8日後に妹が発症したと。で、3番目の子が15日後に発症して、すぐ同じ病院にいた子が発症したと。さらに大人の人が、この親戚の人が発症したと。で、恐ろしいことに、この2番目、3番目の間には接触歴がわからない。同じ町に住んでいたということ以外、わからないのに感染したと、うん、これ間違いなく同じウイルスなんですよ。同じ遺伝子型のマシンウイルスが検出されているので、はい、こんなに感染力が強いのがはしか、うん、マシンという病気なんですね、うん、で、ワクチン接種歴はどうだったかと、うん、マシンのワクチン、はしかのワクチンを打っていない人っていうのは 3% ぐらいしか日本にはいないんですけども、なるほど、4人中4人が未接種で、うん、この方は接種歴不明、おそらく打っていなかったのではないか、うん、で、この5人以外には感染者は出なかったと、うん、接触した人がたくさんいたんですけども、ここで止まったと。いや、素晴らしいですね。これ、うん、この不明の人をね、どっちに振り分けるとかそんな問題じゃないですよね、うんうん、あのたまさにワクチンを打たなかった人だけがかかった、かかってるんですよね、っていうことですね、うん、これが普通のワクチン、はい、何度も出しますけども、これが普通のワクチン普通のワクチン、そうですね、本来のワクチンですよね、はい、だからこれね、本来の効くワクチンですね、うん、の役割、はい、ですよね、はい、マシンっていうのは、うん、例えばですね、あのプラネテスっていう漫画の中でね、あの、うん、未来の宇宙飛行士の話ですけども、うん、スランプになってしまってこう悩みを抱えてしまった宇宙飛行士、自分自己とは何だみたいなこう哲学的な悩みを抱えてしまった宇宙飛行士に対して、先輩の宇宙飛行士がはしかみたいなもんだよそれはっていうシーンがあるんです、うん、はしかっていうのはつまりみんなかかる、
誰でも大人になるまでに一度はかかる病気みたいな、うん、で二度はかからないってね、うん、いう病気というふうに昔言われてて、実際あの検索してもそういう情報出てくると思うんですけども、まあ、我々の子供の頃はみんなかかってた、うん、で、78年からですね、ワクチンの接種が、生ワクチンの接種が始まって、ハシカの感染者というのは減り始めた、うん、で、2000年頃にまた流行があったので、それに対応しようとしてワクチンを打ちましょうというキャンペーンを始めて、2回接種を1歳までに2回、1歳と小学校までに2回接種するとか、中高生にブースター、これこそブースターですね、もう1回免疫をつけてやるということを行って、時流行があったんですけども、さっきの岡山県の事例はこの頃、2013年以降は国内では根絶、つまり国内の患者から広がったっていうのはいないんです。海外から持ち込まれた、さっきの岡山県の場合も海外から持ち込まれたということで、2015年には WHO が排除状態ということを認定しています。これワクチンのおかげですね。そうですね、ワクチンを定期接種でほとんどの方が打たれた、はい、そうですね、ことによって根絶に、根絶に近い状態になって、うん、事実上根絶に、国内ではですよ、うん、だから海外2倍にはワクチンを打ちましょうっていう、もう一回ブースターをした方がいいですよっていう使い方をするわけです、うんうん、これが普通のワクチン。なるほど、普通のワクチン、はい、普通のワクチンですね、はい、ということで、こういった情報は我々は広めなければいけないわけですね、うん、啓発活動というのをしていかなければいけないわけで、うん、今回も前回も YouTube の動画に出演させていただきましてありがとうございます、はい、少しでもお役に立てればよかったというふうに考えております、はい、今日もう一度、はい、検索をどんだけエゴさしてるんですか、本当に予測検索どうなったか、本日の結果、今知らないですけど、はい、今日の昼間、こうなってまして、反ワクチンは消えてますね。消えてるじゃないですか。消えてますね、で、こういったことで検索されてるらしいというのが、分かりました。なんですか、こう年齢年齢知りたい、年齢48歳です、ね、49になりましたよ。49、あ、そうか、一つ上なんですか。そうです、74年生まれで9になりました。74年の1月生まれ。あ、ただ1学年先輩なんですよね。はいはい、そうなんですね、はい、49歳ですね、私48歳なんで、こんな検索結果が出てきてですね、反ワクチンは高校って何なんですかね。何なんですかね、高校。どういうね、三田さん関心があるんですね。どういう関心検査されてるんですかね、これで終わりなんですけど。だからこれでこう反ワクチンというこうもいうふうな検査がされなくなったと、されなくなったんですね、いうことですね、はい、啓発活動、情報共有活動っていうのは大事だなというふうに感じていて、はい、お礼を申し上げています。それは僕の YouTube でワクチンの効果をちゃんとこう歌ったから、いやですかね、分かんないですよ、 YouTube っていうのが出てきますよね、まあ、出てきますか。そうですね、前なかった、前 Twitter ってあったこうね、この時これか、そうですね、この時ハンワクチン、ハンワクチン、これ笑いますよね。これあれですよね、多分ツイッターでハンワクチンを広めてる人っていうことですね。東京大学のハンワクチンでツイッターを広めてる人っていうことなんですかね。その当時はそういうふうな、4ヶ月前はそういう評価だったと、そういう評価だったのが、今それがなんと YouTube に、それ矢野ちゃんに出ていただいておかげでそのハンワクチンというのは払拭されたと見たですね、いうことですよね。よかったです、正しい、こういう情報発信活動、どういうオチなんですか、それ本当にことでございます。ありがとうございました。よろしかったです。こんなのよろしかったです。いやいや、もう十分な十分です、お話だったというふうに思いますけど、なるほどですね。だからまだまだ分かんないことがたくさんあるわけですよね。その採用基準にしても、そのどうやって、どうしてリンパ球が減少するのか。ということに関しても正直よくわからないことがたくさんあるよと、断言できるほどには分かっていなくて、実際体調を崩されたとか、その接種後にすぐ感染したとか、あるいは風邪をひいたとかっていうケースは、そういうのを含んでる可能性があるいはしないかと、だから不健康な人とか疾患を抱えている人にこのワクチンを打つことっていうことを考えた方がいいんじゃないか、今までも考えるべきだったけども、考えて救済策なり治療法なり、研究ということを、していかなければいけないんではないか、ということです。なるほどですね。あれですよね、よく宮沢さんがよくおっしゃってた、やっぱり免疫の応答はその人それぞれでも個人差がかなりあると、はい、いうことなので、だからそれ確率的に同じことを言っても同じようなに作用するわけではないよと
いうことの中でやっぱりそれを打ったことによって悪い方に作用してしまう方も一定程度出てくる可能性というのは当然あると、ね、みんなが病気になるとか、みんながエイズになるとか誰も言ってないわけですよ、そもそもエイズになるとは言ってないです、それなんか誤解してね、なんか伝わってるところがありますけど、そういうことを言ってるわけじゃなくて、それと同じレベルのものにリンパ球が減る一時期減るよ、一過性で減るよということをおっしゃる、かなり免疫に無理をかけている、体に負担をかけているわけなので、その不健康な人とかね、あるいはその1億人に接種した場合に何人ぐらいが重篤なこと病気になるかっていうのは分からない、副反応が出るかっていうのは分からない状況なので、きちんと救済するなり支援するなりしなきゃいけない状況なんですよ。だから本当に水面下で民間レベルでというか、いろんな研究者、有志の研究者や医師たちが対応を始めています、訴訟も始まったんですかね、始まるんですか、なんかそういう話も伺いますけども、そういう調査研究意見交換を始まったところであるということです。なるほどね。というか先生も今何か新しい研究も始まってるっていうこと、先ほどの LNP の作用について、そういった研究も始まっています、詳しい内容は申し上げられませんけども、私たちもワクチン研究拠点事業の中の、大きな拠点の一つに入っていますので、そういった研究に関わることはあります。なるほどですね。ですからそういった研究をどんどん進めていく必要があるというふうに思いますし、今起きている現象をですね、しっかりと正しく見ていく必要があるんではないかということですよね。だからこのワクチンをこれだけ接種しても、やっぱり感染者数は減らないということと、重症者数、死者数も今こういう状況にあるということをしっかりと見ていく必要があるんではないかということだと思いますね。なので検証ができる時期に来ているはずなので、前回もそういう指名をしたと思うんですけども、どうだったのか、これからどうするのかということを検証できる時期に来ているはずなので、しませんかということなんですね、そうですね、冷静に、僕も国会でこの前の予算委員会、昨年の12月11月ですかね、予算委員会では、ちょっと一旦立ち止まってこれ検証するべきなんではないですかと、それはこれだけの有害事象、あくまで有害事象で、それ因果関係は分からないということだけれども、やっぱり前後があるわけですよね。でそれでお亡くなりになっている方もたくさんいらっしゃるし、いろんな不具合を言ってらっしゃる方もたくさんいるという中では、一旦立ち止まってそれ検証するべきなんではないかということを申し上げたわけですよね。ただそれは、政府はそういう方針ではないということを言っているけれども、なぜか来年以降は年1回でいいんじゃないかみたいなことを言い出しているというですね、このブースター接種をですね、それはどういうことなのか、何かの正直よくわからないですよ、ね、オミクロンのを打つんですかね、新しいのを購入してって、結局あるものを打つっていうことですから、オミクロンの2価を打つっていうことなんじゃないですかね、っていうふうに思いますけれども、それよくわからないですよね。わからないですね、はい、でも国会でもしっかりとそこはですね追及していきたいというふうに思いますので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コメント来てるんですか。コメントもたくさん来てますよ。見ている方いらっしゃるんですか、そんなにたくさん。もう900人ぐらいの方がリアルタイムではご覧になっていただいてるんで、本当、ありがとうございます。今日はね、新田先生が、この議員会館に来てるということですので、いや仕事帰りですいません、本当はね、もっといろいろといじろうかなというふうに思ったんですけど、先生もいじらないでくれっていうこう、ね、前回ちょっと筋肉の話もね、それかい、それかい、あれだったんですよね、はいはいはい、大丈夫ですか。いやもう最近トレーニングできてないんで。腕相撲しますか。しないですか。やめときましょう。今度はね、新田先生と腕相撲対決もしたいというふうに思ってますんで、はい、それにそのための準備しなきゃですね。そうですね。そのためのちょっと期限区切りますよ、それ。そうですね。乗ってきてるじゃないですか。いやいや。ありがとうございます。ありがとうございます。脱がせてほしいっていうコメントもありますけど、ね。いやいや、ありがとうございます。こんなお見せできるようなもんじゃない。次回は多分先生の筋肉を見ることができるかなと思いますので、またぜひ今日の申し上げた話についても、前回についてもですね、なんていうんでしょう、いろんなご意見があったらそれぜひいただきたいなというふうに思いますし、それをこの矢野ちゃんの場でなんでしょう、出演していいよっていう方がいらっしゃったらですね、それをぜひここで反論していただきたいなというふうには思うんですよね、ぜひその場合ご連絡いただければというふうに思います。はい、リンパ球の現象以外には質問とか特になかったんですよね。なんかそれ以外のことは割と普通のことを、教科書をちょっと難しく説明されたっていう難しいなんか、はい、だから前半はね、もう免疫機構とはこういうもんなんだっていうことをすごい分かりやすくお話しされたんで、でもすごい視聴者の皆さんはもうすごい勉強になったっていう方が多かったんで、
やっぱりそういうことを そうですね、そういう興味を持っていただくっていうことも、いやもう重要だと思います。まあ、我々の仕事だと思っているので、だからその上でやっぱり基礎的なことをちょっとご理解いただいた上でですね、やっぱりご自身で判断いただくっていうことが重要だと思います。いろんな意見があるので、で精神に関わることでもあると思いますので、やっぱりそれをご自身の目でもう どなたが言ってることが本当に正しいのかなっていうことを判断いただくっていうことは大事だと思うので、その前段としてやっぱりそのベーシックなあるところ分かってないとその判断もできないわけですので、それは極めて重要なことだなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあもう今日は言いたいことはもうないですか？大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です、はい、ありがとうございます。またぜひぜひやらちゃんで解説いただけたらありがたいなというふうに思いますので、はい、ちょっと準備期間いただければまあ、はい、ちょっとそうですね、アップデートされたなんか論文なんかもなんかそうですね、また紹介させていただいたりとか、はい、まあ、新しい国内からの研究とか、うん、可能であれば紹介させていただければと思いますけど、また免疫機構の中で新しく分かったこと、ガンマデルタ T 細胞について、そうですね、まあ、研究もしておりますし、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ今日は新田先生に来ていただきました。しれっと終わりますけど、よろしいですか？終わりたいと思います。ね、こんな感じですかね。こんな感じですよね。はい、いいと思います。ありがとうございます。何かご質問ありますか？聞きます？どんな感じに見えるんですか？でもね、いやもうでも本当あれですよ。たくさんコメントいただいてますんで。特に何かこういう質問がとかっていう感じじゃなくて、まあ、そうですね、多分リアルタイムではそうなんですよね。だから多分何回も見ていらっしゃるので、はい、回数が水増しされているという実際には1万人ぐらいかもしれないですよね。そうですね、20回、まあ、僕は実際に僕10回見てますからね、はい、でも10回見ていただくっていうのはすごいことですよ。僕もね10回ぐらい見ました。あ、それはなんか間違ったこと言ってたかなとか、ね、ここ言い間違えたなとかっていうのがあったんですよね。はい、なるほどですね、悔しいっていうのがありましたね。来てます、新田先生のお給料教えてくださいっていう。給料、ええ、それは多分ね、どっかで調べれば、ね、出てきますよね。国立大学ですかの先生ですので、はい、どれくらいなんですか？どれくらいなんですか？本当議員の YouTube で言うような珍しく反撃されてますよね。まあ、僕たち の報酬は公開してますからね。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、今日は新田東大准教授にお越しいただきました。はい、ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。ありがとうございました。あ、これ僕が消すんですね、これね。じゃあこれでちょっと終了したいと思います。